仲間は始末した。だがお宝が拝めねえんだよ。ああ、今から行くからよ。間に合わなかった。お、あれ、お前も遅刻か。ん、こんなイケメンうちの学校にいたっけ。あれ、門が勝手に、あ、じゃあ、あれ、あいつは。マスター、久しぶりだな、フランケンシュタイン。はい、マスター。宣告目覚めた。あれからどれくらい経つ。820年ほどが経っております。ここはお前の屋敷か。ここはかつてのアカデメイア、学校でございます。子供たちに様々なことを教え導く場所となります。学校か。大きく変わった今の世界を私も知る必要がありそうだ。不備なきよう整えさせていただきます。転校生を紹介する。おい、名前は。カディス・エトラマ・デ・ライジュル。あ、お前さっきの。なんだ、タシロ、知り合いか。じゃあお前はタシロの横の席に座れ。ああ、ん、うわっ、ちょ、なんだ。ちくそー、本当だ、確かにここに置いてるぞ。食ってもいいが。好きにしろ。
の言ったことは嘘じゃないな。棺は一度ここに運び込まれている。組織を出し抜くつもりがこのざまが。組織もそろそろ感づくはずだ。早めにケリをつけなくては。俺たちの身が危ない。こいつはどうする？そうだな、棺を探すのに利用できるかもしれん。ほらよ、お前帰国子女なんだろ。ラーメン食ったことあるか？うまいんだぜ。食い打ちの刑を受けよ。こんなものが私に通用するとでも？これキムチって言うんだ、美味しいよ。ニンニクの刑を受けよ。毒殺か。だが何笑ってんだ、冷めるぞ。増えた。いや伸びたんだよ、さっさと食え。お前ほんと何も知らねえんだな。このゲーム知ってる？今度は君も一緒にやろうよ。ほ、だったら俺が教えてやるよ。姫？あ、あ、ゆうちゃん！大丈夫か？てめえ岩田に何しやがった！逃げよ田代くん、危ないよ。なんだこいつ。逃げろ、早く逃げないと。早く来いマルブ。あの男。ああ、ただならぬ気を感じる。何者だ？何だったんだろう、あのおじさん。ありゃ人間か？みんなありがとう。別に、当たり前のことをしただけだよ。ライもありがとね。ライ？あ、女子の間ではそう呼んでて、ライって呼んじゃダメかな。好きに呼べ。ライか。じゃあ今日から俺たちの間でもライだな。あれ、そういえばライはどこに住んでるの？あ、なんだこれって？理事長だよな。あの女、こいつの記憶に残っていた。他に手がかりがない以上、その女を追ってみるしかない。おいおい、報告がねえから来てみたら何油ってんだ。 M24、M21。 ジェイク、マリ、なぜここに？棺を調べに行った奴らが何の連絡もよこさねえのに、組織が動かねえわけねえだろ。勝手な真似はどうなるか分かってるわね。で、そいつは何なんだ？手がかりだ。こいつを利用して棺を探している。はっ、お前らみてえな不完全な実験体が作った出来損ないじゃ期待もできねえが、まあいい、我慢だ。お前は棺を犬として使ってやる。行くぞ。お前たちの処分は追って連絡がある。それまで余計なことはしないことね。死にたくなかったら。ま、待ってくれ。次こそは必ず。
お前に次はない。ノブレス。なあ、次の任務、棺の中身はおそらくノブレスと言われる絶対的存在、その力を利用すれば組織から抜け出すことも可能になるだろう。しかしバレたら俺たちもジークに殺される。遅かれ早かれ処分される。そうだな。仲間の死を無駄にすることはできない。手に入れるんだ、俺たちの自由を。昨日の事件聞いたか？病院中の人が殺されたんだってな。もしかして昨日のあの男の仕業？怖い。心配すんな、俺が守ってやるよ。さすがに街がざわつき出したな。ジェイクの野郎、任務を口実に人が殺したいとしか思えねえ。落ち着け M24、 奴らとやり合っても勝ち目はない。棺を奪えば俺たちにも勝機はある。おい見ろ、昨日のガキどもだ。なんだあいつ、俺たちに気づいたのか。これでジェイクたちよりも先に動ける。のんきに立ち話か。ジェイク、マリ、何してる。さっさと始末するぞ。組織に対する危険因子の排除は優先事項よ。あのガキどもは目撃者だろう。ライは全然ダメだったな。しょうがないよ、ライは初めてなんだから。あ、どうした岩田。ごめんね、今日はこっちから帰らない。え、うん、ゆうちゃん遠回りかもしれないけど、そうしよう。ああ、用心に越したことはねえしな。いい判断だな、ガキども。なんだお前。うっ、あ、てめえ何のつもりだ。目撃者はもう一人いた、そいつを呼び出すのが先だ。ふん、ガラクタのくせにお前は毎回それらしいことを言うな。乗ってやるよ、だが次はねえぞ。フランケンシュタイン、私は今日死を感じた。マスター。小さな箱の中の戦いで無残にも。ゲームの話ですか。しかし何と申し上げればよいか。フランケンシュタイン。はい。学校とは悪くないところだな。それは良かったです。失礼します。これは、ゆうちゃん、ゆうちゃん、聞こえるか。連絡はついた、あとは待つだけだ。腹が減ったか。残りのガキも呼び出したし、好きにしていいぞ。待て、もし仲間が来なかった時にまた探す羽目になるぞ。構うことはねえ、食いたい時に食え。逃げるぞ。ゆうちゃん、どうした M24、 何があった。
先ほどの不可解なメール、あの子たちが危険にさらされてるやもしれません。ガラクタからできるのは所詮ガラクタだな。仕方ねえ、鬼ごっこと行くか。エレベーターだ。何でもいいから動いてくれ、頼む。くそ、来た。どうした？何があった？返事をしろ！まさか。やはり裏切ったわね。お前たちの企みが組織に通用するとでも思ったか？俺たちの任務は棺の回収とお前たちの処分だ。尻尾を出すのを待ってたが、まさかここまで愚かだったとはな。すまない M21。 貴様、その力は。M24。 よそ見なんて大した自信ね。あなたに対する情報は更新が必要ね。でも、所詮お前たちは組織の消耗品。いいえ、失敗作に過ぎないわ。
今の言葉気に入らないな。何者？子供たちはどこだ？教えても意味はないわ。おそらくもう死んでいるもの。この威圧感、この男、何者なんだ？可能性は薄いが、この二人なら M24 が逃げ出せるだけの隙を作り出せるかもしれない。子供たちはこの地下だ。ここは俺に任せて、お前らは行け。俺では到底かなわない。だが M24 を助けるにはこうするしか。フランケンシュタイン、ここは任せた。かしこまりました。案内を頼む。何を言ってるんだ。一人でマリに勝てるはずがない。時間がない。わかった、こっちだ。簡単にここを抜けられると思わないで。お前の相手は私のようだ。命を落としてこの程度かよ。待たせたな。やめて、田代君。お前に何ができる。お前ごときに何ができるんだ。お前か、残りの目撃者っていうのは。早い、私の攻撃がかすりもしない。その力認めるわ。いつぶりかしらこの姿になるのは。さっきまでとは違うわよ。 M24 はどこだ。いや命乞いして哀れな死に様だったぜ。お前らと俺とではそもそもの位が違うんだよ。なんだその目は。さっきまでの自信はどこに消えちゃったのかしら。なんだその目はつってんだろ。フランケンシュタイン、マスター、人間たちはここまで進化したのか。お前の封印を解くことを許可する。汝が主、カディス・エトラマでライジェルの名のもとに命じる。目の前の敵を抹殺しろ。イエス、マスター。何なのこの不吉なオーラは。腕の怪我は再生しないのか。最初はまさかと思ったが間違いないようだ。お前たちの全ては私から始まったのだ。どういうことだ。話はここまでだ。消え去れ。
前、友達が殺される姿を見に来たのか？ない！逃げろ！だが最初に死ぬのはお前にしてやるよ。目も合わせられないほど怖いのか？目線が合わない。何言ってやがる！ひざまずけ。これが本来あるべき目線の高さだ。まさか精神を支配したのか。貴様。もしやこの男が俺たちが探し求めていた存在、ノブレス。調子に乗ってくれたな。だが俺は生物の頂点、お前とはそもそもが違うんだよ。この姿の俺に殺されることを光栄に思うんだな。よく喋るな。貴様はまだ状況が飲み込めてねえみてえだな。死ねえ！ひざまずけ。お前の過ちは なんだこれ。お前の血で埋めてやろう。マスター、命令を遂行しました。